はい。よろしくお願いいたします、えー。この座談会ですね、実は先日も、えー、先日は白川幸雄さんをお招きして、同様のテーマでお話を進めていたんですけれども、2つちょっと質問を、皆さん自身の方でもちょっとイメージを膨らませてみてほしいんですが、どのようなタイミングで社会彫刻という言葉と出会ったのか、皆さん自身の過去を遡って社会彫刻についてお話を伺いたいと思います。 でもう一つは、ですねその出会った社会彫刻からどのように現在の自分に続いているのかということを、まあ、あのお話ししていただいてで、ここでその皆さんのそれぞれの経験が集まることによって、日本の社会彫刻っていうものが、どういった道のりを歩んできているのかなっていう、本当にいろんな道があったと思うんですが、そんなお話が今日ここでできたらいいなと思っております。で まず、四方さんにあのどのようなタイミングで社会彫刻という言葉とは、はい、あの出会われたのかなと、ボイスとの出会いというのから始まったのか、もしくは社会彫刻という言葉から始まったのか、四方さんの場合はどちらだったんでしょうかあ。そうですね、私の場合はボイスからですよね。やはりボイスの存在を知って、それに対して、あのボイスの,あの関係 であのマガジンを作ってる人とあって。 そこでちょっといろいろと興味を持って手伝い始めたんですけど、それが1982年ぐらいだと思うんですけども、なので、えーと、その頃ボイスはそんなに日本で知られてなかったかな、まあ、でも一応あの、美術関係の人、一部は知ってたと思うんですけど、っていうの現代美術の中では、やはりヨーロッパではすごくあの重要な存在になっていたからなんですけどね。でも、まだ82年ということは、あまりこう国際的な展覧会に海外に行くということもあんまなかった時代で。 そうですね私が最初にドキュメンター行ったのが「ボイスの。 何千本の多くがあのコンプリートした1987年なんですけれどもね、でもやはりその頃ほとんど日本人いなかったです、でもあの展示されている方は川又さんとかいらっしゃいましたがあの、そんな感じの時期ですねで。82年に会って、出会ってボイスに、でこのマガジンが、ね、にを手伝ったんです、女性ボイスマガジンというのを作ってて、これ、なかなかあのいろいろあるんですけどあの、いろんな関係者が関わっていて、今、あのもう連絡を取っているオランダのラリー・ウィアスさんとか、 あとこちらの日本で関わってた人とか、まあ、いろんな方がいらっしゃるけど一応これ関わってでこ,のボイスこ,れこの前の号があるんですよねその前の号は私は具体的に手伝ってないんですけどその後にこの号が、えー、ボイスがあの来 i したのが1984年の5月,5月6月ですけどその前に出したんですねこれが私の最初の記事で、まあ、一応ねあのラーウェアさんって この間、2021年のボイスの生誕100周年の時に、京都の方であの、まあ、オンラインのシンポジウム、フォーラムを作ったんですけど、想像力としての資本。そこにもキーノートスピーチ、スピーカーとして、あのラリーン・ウェイアスとオードリー・タン出てもらったんですけど、ラリーンさん、その時が81歳ぐらいかな、今は82歳か3歳ですけれども、この頃は、この頃はまだ若いんですけどね。 これで彼女はやはりボイスとダライラマと、あとワンディ・ウォーホルに会っていく特にあのボイスとダライラマを合わせたっていうことがあって、ダライラマのことも書いてあって、まあこういうテキストを私が翻訳したのは初めてで、これ何ページあるのかなまあ一応ある、見えるかわかんないんですけど、ちょっせっかくだから、これなかなか S キャもしてないから、ほとんどね、ないんですよね。そして、ワンディ・ウォーホルのことも、ということで、 すごく貴重な雑誌ですね。そうなんです。<laughs> こんな感じでこそ、ここまでですね。123456789111112って、結構長い記事ですね。そうですね。はい。 これをやりました。で、これが最初ですね。だからまだこの翻訳した時にはそんなにまだ分かってないっていうか、まあ、これ、あのどっちかというと、ラリーリン・グエアスの書いた記事なので、社会彫刻について書いたわけではないので、ですけれども、でもやはりボイスのことを調知らせにつけ、やはりなかなかまだ当時、私も全然分かってなかったし、 ただ、何かこう、自分の中では、やはりこう、あの、まあ、あの、アートを実際に専門的に学んではいなかったけども、アートの可能性とかを感じていて、それでボイスをやってることが、ちょっと、あの、いわゆる現代美術とは別の動きですよね。この子は私、<laughs> 現代美術知らないので、基本的に。この後にようやくナムジュンパイクを知ったり、あと、アキラキラギアリとか、あの、あと、観覧車とか、そういったあの現代美術、特にドイツの、あの、ボイス、 関係のアーティストも扱っているところに行ったり、あのワタリウムの前の、えー、ワタリウム美術館の前の、えー、ギャーリー渡りに行ったりすることになるんですけど、だからボイスは始まって、パイクとか、あとそこからキーファーとか、イミク・ネーベルとか、まあ、そういうのを知っていった状況であったので、そういうところから来てますね、本、うん、の中で社会彫刻はやはりあの、これがすごい風船いっぱいなんですけど、野生ボイスの社会彫刻って本があるんですよね。 これは人生学出版社から1984年に出たもので、はい、えとなんだっけ、えー、とハーランとシャラプランとシャーターっていう人がボイスインタビューしたり書いたもの、でボイスがあの書いてる、多分新聞 からも記事かな、日本ぐらいそれも載ってるんですけど、これが初回社会彫刻について書かれたもので、人知学出版社はやはり、あのルドルフ・スタイナーが提唱していたあの人知学のことを研究しているので、まあ、そのあたりの出版、シュタイナーの出版を結構やっていたということですね。やっぱりボイスというと、シュタイナーの影響がすごく強くって、まあ、その社会彫刻もそうだと思うんですけれども、も、まあ、そういった部分で、シュタイナーとか、まあ、勉強会をやったりとかして、いろいろやってて、 その中でボイスが来日してで、1984年にで、その時に、私、あのまあ、会社に勤めてたのであの、そんなにあのな,なかなかこうずっといられなかったんですけど、ラリンさんはボイスと8日間がこんな。 ずっと一緒にいて、常にテープレコーダーを回していて、いろんな話を、ね、聞いていて、今も彼女は、まあ、それがすごく、ボイスが亡くなる1年半前だったので、あのすごく貴重な、特にすごくあの養殖した言葉を残しているので、その公の公演であっても、ガーリンさんに話したことがあってもで、彼女とボイスもずっと一緒にいることがなかったから、彼女はアームスといでも 大事だったのでそういうことで彼女今もそれを、ね、まとめてるんですけれども日本の,あの似た時のボイスの言葉はすごく重要であると言ってますねこれ本当はまとめられ、まま、ればいいなというか彼女がまとめて、まあ、それをえ本当は日本語にできるといいんですけど多分ボイスとラーリンはドイツ語で話したかもしくはボイスとラーリンってあのドイツオランダの出身ですけれども 京に近い、お互い、すごく直線距離では近いところに住んでた出身なので、方言が近いんですよね。だから <laughs> あの逆にそういう、多分すごい刺激的な方言で話したこともあったと思うんですけど、まあ、そういった部分をちゃんと英語にしてということをやってるんじゃないかなと思ってるんですけど、それでその後にあのに、その頃私は本当に別にあの関係者じゃないので、まだ。 いわゆるインディペンデントにボイスのマガジンを手伝っていたので、ボイスの生術館での展覧会のオープニングには行けましたし、ボイスに会って一緒に撮った写真も残っていますけれども、それ以外はそうですね、アサヒホールの講演に行ったり、まあ、パイクとボイスの,あの、まあ、パフォーマンス総設ホールに行ったりもしましたが、芸大の講演会というか、あの学生とのこう対話集会には行けていませんね、という状況でした。 それでその後にまに、あ、ボイスのこともあるし、あと、自由国際大学っていうボイスがやっていた FIU ですね。 フリーインターナショナル・ユニバーシティのことも勉強していったり、勉強会やってて、実はあの、そうですね、ボイスが来日したときに、羽ウ一郎さんという美術評論家が、やはり、ボイスのことをこれまで紹介していたので、羽、うん、さんがやっぱり、ボイスから羽ウさんが託されて、日本で FIU を作ってほしいって言われて、それでちょっと勉強会とか始めたんで、それとかに参加していて、それで、あのまあ、ドイツ語もちょっと勉強したりして、まあ、ジュッセルドルフ、あのボイスが住んでいたところに行くことになって、 で行ったということですね。で行ったら行こうとしたら、イスが行く直前なくなってしまって、それであそれでも行くことにしてっていうことで行って、でそこでちょうどこの間の白川さんの話で言うと、ゲ,ゲーターノムも見,見に行ったし、その頃にバーゼルから近いドルナッハというところですね。あと、ハラズエマに会うことができて、ちょうど1986年の7月の、そしたらその時がちょうど彼はスイスの イタリア語圏の、まあ、ティッセン地方のアスコナっていう療養地の上にある、ちょっと上にあるモンテベリータっていう、まあ、有名ないわゆるバクニンとかヘッセとかがいた一つのコ古民を形成したところですね。ダンサーもルドルフ,ファン・ラバンとかマリー・ウィグマンとかいたり、あとダダのフーゴー・バルナともよく通っていたところですね。まあ、私が言う中力ダダを溶覧した場所だと思っているんですけども、そこでゼーマンは研究していて、モンテベリータの古民をね。 それでその手なんかも準備していたのでそこに会いに行ってでそこでお会いした時がちょうどチェンノブイリの、ね、原発の事故,事故のニュースを聞いた時ですごくなんか印象的だったんですけどそれがあって、まあ、一応半年ぐらいで戻ってきて、まあ、そこから少しやっぱりアートのことやろうかなっていうことを自分で決めて3年ぐらいやろうかなってことで自分なりに、まあ、それ以前もちょっと自分で独学であの書いたりもしていたのでアート系の記事を。 なんていうか宝島とかね、そういった、割とそういった雑誌に書いてた、あと音楽系の雑誌に書いてたんで,で、それをもう少しやろうかなって始めたとこから来てますね。なのでそののででそ中ボイスのこととはずっとあるけどやはり でまだ自分の中でも,もうすごく難しいですし、まあ、徐々にっていうことで自分の理解の中で何が、うん、ボイスの社会彫刻とか人は誰もが芸術家であるってことをどのように自分の中でそしてあ時代の,あの状況に応じて社会とか科学技術の変遷に応じて、まあ、それがまた新しい可能性を持ってくるだろうから、まあ、ボイスがなくなってもあの私は私で自分の中でそれをキュレーションとか あの生活の中で生かしたいなと思って、あのまあ、来てるわけなんですけれども、そんな感じで、でも全然、でも自分でも、あれですよ、分かったと思ってないし、それもそうですね、ドイツ語もちょっと私、結局断念しちゃったので、ドイツ語の文献を読み込むことができないから、うまくね、だからちょっと本当に自分の中で、ね、あのやっていくしかないなと思っていて。 本当、勉強不足で本当辛いなって感じはするんですけど、でも延々と時間が経ってしまって、その中でやはり、ラリン・ウェアスさん、さっきもお伝えした、彼女は1991年にアムスで行ったシンポジウムがあって、まあ、それがアート・ミツ・サイエンス・アンド・スピリチュアリティ・イン・ア・チェンジング・エコノミー、略して AMSSE って言うんですけど、これ5日間のシンポジウムで、アートとあと精神性とか宗教系と、 あと科学と経済系の人が一人ずつ出て、5日間の,、えー、そのシンポジウムもやったんですね。展覧会もありました。展覧会のマリナ・ブランビチとか、やはりそういったラリンさんの親しい、すごく信頼するビジョンを共有する人が出てました。ローデンス・バインダーとか出たかな。私は見てないんですけど そして、まあ、ジョン・ケイジとか、あと、ロブラート・ラウシェンバーグとか、ダライ・ラマとか、あと、科学で言うと、やっぱり、ノベーベル賞を受賞した、イデア・プリコ人ですね、とか、フランセスコ・バレラとか、うん、いわゆる、こう、あのたつけ科学系の人ですよね、が出て,ていたということで、そういった人が対話する中で、あのいろんなことがあの、やっぱり、うん、話されたなっていうか、それを、あの記録があるので、それを読んだり、で、ランリンさんもそれを、やはり、今もまた、 めていて京都の主催で行った2021年のフォーラムでも彼女がその時の AMSSE のシンポジウムの中の発言を引用してくれて展開してくださったんですけどあのラリーさんはもともとアーティストでもあるのでオランダで結構アーティスト融合がされていたことがあって。 アーティストとして生きやすかったんですけどで彼女もそこからまたジャーナリストになったりアーティスト活動もやってたんですけれどもその時代によってちょっとジャーナリストとかライターが多い時と特にボイスの場合ね17年間はボイスの方にかなりあの力を入れて取材をしていたので私が知ってるのはジャーナリストとかライターなんですけどつい最近連絡したらやはり展覧会やるとは言ってましてちょっと昔の作品を出すんだって言ってたんだけどそういうような人なんですね。 で、そのような、だから、あの、その、EMS s の、 あのシンポジウムのジョン・ケイチとかあのフィーチョク・カプラとかいろんな方の発言もこう抜き出して彼女がすごいおおらかな文字を書くんですけどその文字をこうキャンバスに文字でこう引用を書くんですけどそれがすごい素敵な感じで、まあ、それを、えー、2021年のフォーラムでも書いたものを後ろにこう実際物理的に貼り付けて吊り下げていてそれを紹介しながらやってくれたっていうことでそういうようなあの彼女のおおらかなところに私はすごく影響 受けていてやっぱりラーリンさんと会ったことによって今もあの連絡取ってますけど一番古いアート系の友人なんですよね海外の。で本当にあのお世話になってるし自分も彼女みたいになりたいと思って多分今に至ってると思うんですね。つなげる人ですよね人をね人をつなげていく人っていうことでいうとそれが自分の中での、まあ、社会長かもしれないんですけどもえっ、ー、とそれで あの可能性があるものとか人とか潜在的なものとかあのそういったものをいいこうタイミングを見極めてしっかりとつなげていくっていうことそこで思ってもいない見ない可能性も出てくる期待してはいるんだけど期待以上のものが出てくることがあるのでそういうことをずっとやってる気がしていて、まあ、それの中であの今,今に至る感じなんですけれども。 そんな感じで、まあ、でも本当にいろんなあの素敵な人にお会いできて、それをがすごく自分の中では重要で、やっぱ人が出会ったりして、何か起きること自体が社会を変えたり、人をまた次の想像に向かわせたり、元気にさせるので、ということなんですよね。 で、その感じであのアート・ミスサイエンスのシンポジウム91年、だから2 0一年二21年の,そのボイス生誕100年の時も、それをもう一度考え直して、やはり同じようなことを今できないかなということで、2つのフォーラムを持ったのが、 一つはその京都でのあのオータント京都っていう京都のえなんていうかなフェスティバルですね、そのフェスのキックオフで行ったフォーラムであのオードリー・タンと、えー、ラリンに貴重講演していただき、そしてあのパネルディスカッションは、やはりあの社会彫刻的にも重要かなと思われる社会的共通資本という概念を、えー、提案された宇沢弘文さんと経済学者の。 の娘さんの医者でもある臨床、えー医,医,者ですかね、医師ですかね。 浦部麻里さんと、あと人間を超える人,人類学ってことを提案されて、ずっと精力的に活動されている奥野美さんと、そして生命科学の研究者でバイアートアーティストでもある岩田亮さんと、一緒にアートについて話をするということで、こう別の領域だけど、アートに対して可能性を感じている人とか、アートに関わっている人と一緒に対談をするっていうことをやりました。 もう一つは今日、二新野慶次郎さんがいらっしゃっていますけれども、まあ、今もすごく重要な活動として展開している、えー、対話と創造の森という活動があって、まあ、こちらが長野県の茅、えー、野市で始まったんですけれども、新、ま、野、あ、さんとか、あと宮家裕介さんとか、本当にこの2人が特に中心になって、安田だ岳の山六の小さなまあ別荘と、その周辺のまあまあ森ですよね。 それもともとそこが入り合い地であったので、まあ、そこを活用してアーティストを滞在していただいたりとかアートの活動をすることによってでもその前にやはりそのなぜ選んだかというと、まあ、諏訪っていうあと血野っていうところが、まあ、火山性の、まあ、特殊なあの地層とか地域的な場所でもあってそういった部分から考えていく。 ところで、えーまあ、自然信仰とか、まあまあ、縄文中期のすごく栄えた文化とかいろんなものがあって、まあ、それを丁寧に、えーまあ、あの地元の人とかにも教えていただきながらそれをあのまだくことによって日本の、えー、起源を考えていくそしてあのそ,れそこから世界にまた発信できないかという話をしていました。 特にボイスはあの変容ってことを言っていたし、まあ、私も情報フローっていうことをずっと言っているのは、メディアと以降もそうだけど、もともとボイスが熱エネルギーとかエネルギーの流動を扱っていたので、でまあ、熱エネルギーとのは愛なんですけど、ボイスにとってはね。 でも、八塚けのほうも火山性で熱エネルギーがこうマグマが固まった黒曜石とかやはり素晴らしいそういった、まあ、当時、あの黒曜石はあ,のあれですね、旧石器時代以降も重要なあのナイフとかになるような最新のテクノロジーでしたけれどもそういうふうにして熱エネルギーとしてボースの活動を考えたときに。 この八ヶ岳の在り方っていうのも一つのエネルギーとして考えられるんではないかって話もしていたりしてすごく想像的にあの日本においてどのように社会彫刻とかを考えるかってことも含めてちょっと、ね、いろいろとね話をしている中でこの台湾と森は2021年のあ20 2021年ですね あのやはりさっきお伝えした京都のフォーラムともう一つのフォーラム、「ボイス生誕100年」ということと「太陽創造森」の、えーまあ、スタートということであの行ったフォーラムにはこれはその、まあ、八ヶ岳とか諏訪のあたりの、まあ、考古学とかせ自然信仰とかの研究者の方々をお招きしてそして、えー、アーティストとしては山川冬生さんに入っていただきあの外でね「太創造森」の8メートルの長さで2.2メートル 京の大きな鏡がディーヌさんたちの構想が実現して、あのそこにあるんです、今もねその、それができた自然を映し出す鏡ですよね、それの前であのみんなで話をした一日、ほぼ一日かけてっていうのがあって、まあ、それもあの先ほどの京都の方もオンラインでまだご覧いただけますけれども、山川さんが最後にパフォーマンスをしてくださいました、それも素晴らしいものでした。そんな感じで行っている 活動があっもともとその土地自体も入り合い地だったので、まあ、コモンズっていうのも私の重要な概念で、やはり共有するもの、アートもそうだし、現在、この大和創造森もアートコモンズと言ってるんですけれども、やはり共有するってことも重要なので、もともとその場所自体、この、えー、地の,の場所が、えー、入り合い地であったということもあって、いろいろとそういったコモンズっていうことをベースに、アートの活動をしています。 で先ほど、フォーラムはやはりその半年ぐらい前から、あのそのフォーラムの出演者の方々一人ずつ出ていただいて、毎月あのオンラインでトークでいろいろと勉強会をしていたので、まあ、それをやった後に、フォーラムで皆さんが揃ってというような形にしました。その後に、昨年、あの実際に場所が立ち上がったのが四月ですね。 そして、えー、月1回ぐらいあの毎月夏場だけですけれども、まあ、冬はちょっとあの寒いしなかなかアクセス難しいので夏場なんですけど月1にああのサロンマウンテンっていうトークシリーズをやって、まあ、これオンラインなしで対面のマックス20名の。 そこでしか聞けない話がすごく出てくるものなんですけど、その自然とか状況に応じて。そして、あの、アーティスト滞在を大小島真紀さんと辻洋介さんに昨年からお願いしていて、その作品があの映像としてできたのがつい最近でえ、先週末にこの対話創造森の実は簡単にサテライトが先月できたんですけど、そこで、あの、 まあ、お披露目会をね上映をしました。ということで、この作品もまたす,ますさまじくおも、まあ、重要なもので、興味深いもので、ちょうどおととい、私の方で書いたテキストが公開されたんですけれども、チカトっていう。 あの映,画映画というか映像ですね。それを公開していて、その原稿も書いているので、もしよかったら、エコドフィックフューチャーという私のヒルズライフの連載で、14回目の連載がありますので、ご覧いただけると嬉しいなと思います。まあ、そんな感じで、台湾と創造森もやっていて、これはミキさんも関わっていただいていて、<laughs> まあ、いろいろと本当にあのいわゆる台湾と創造森も一つの社会中国みたいなもんだなと思っていて、ーノさんともともとはあの、ボイス ののことをを話し始始めててやはり影響を受けているのででまったんですよねだからやはりボイスっていうのはずっとあってまあいろんな方がやはりボイスの影響を受けたりしてるってことを聞くこともありますけどもやはりあの実際にあの話していてビジョンがやっぱりそれぞれ違うので当然インさんと私も当然違って。 違いますけどねでもそれはあの一緒に共同できるようなすごく共同することによってまた次のエネルギーが生まれるようなそういったあの状況で対話、えー、その森もやはり集まる皆さんアートコモーツのメンバーさんはこ,こ,これメンバー制なんですけどやはりそういった何らかのこうなんか、うん、価値観を共有してるというかねなんか社会とか、えー、自然とか。 人々とかいろんなものがこうあの、まあ、コモンズとしていい形でこう関係していったり、創造的なものを生み出せないか、その時にアー,トが何がアートがすごく重要なんではないかなって話をしているので、やっぱりアートがすべての領域に入っていく、母子でいうと、やはりあの主体な教育もそうですけども、も国語とか算,算数とか理科とか、そういったものの根底にアートがあって、であのそういったあの分け方をしないあの科目、 であの運営されてますよね下野学校もそういうような方でいうと私たち、まあ、私もそうなんですけどやはりあの経済とか政治とかいろんなあの領域分担されていますけどもそのやはり根底にアートがあることが重要で。 だから私、よく、ね、あのこの土,土壌に地下水脈のようにアートがしみしみと染み込んでいくことを考えていくってことを言ってて、ミニーロさんと話したりしている中で、他の方もそうですね、あの京都のフォーラムの,あの担当者である京都府の職員であった、今はちょっとね出られてますけど、山木さんって方もね、山木慎哉さんもやはりボースの、ね、影響を受けているので、そういうふうにして、まあ、ビジョンを共にする人と一緒に対話をすると。 まあ、ボイスも重要なあのものとして、対話っていうことを言ってましたけど、対話することによって、で何かを想像していくで実、それを実践するってことですね。実践して、それに対してまたいろんな人に見てもらったり、コメントもらってで、よくしていったり、それぞれの人がまたそれに対して何らかの想像を作っていくっていうことを発信するってことが重要なので、これ、踊りたもそうだし、みんなそうなんですけど、踊りたもいいあの祖先で。 グッドアンセスターと言ってますけど、みんなやっぱり共同創造のことを考えてるんですよね、コモンズ。やはり、あのこれまで私たちが得たものっていうのは、今使ってる言葉であっても、着てる服であっても、食べ物であっても、やはり過去の人が、 すごくいろんな形で努力して作ってきたもので、今、私たちは享受しているんですけれども、まあ、それはあの本でも何でもそうなんですけど、私たちもその中であの今の生活とか、こういった状況を、まあ、だいていて、私たちもそれに対して参加しているから、何らかの,あのいい形で自分なりに少しでも還元したいなと思っていて、まあ、それが社会彫刻で、個人でもできないし、いわゆる空間とか、今の時代の人々、生きている人々、 しかでできないと思うんですよねなんか亡くなった方は私たちに文章とかいろんなものでものとして残してくださってるけれども私たち生きてる人間が何かをしないと社会は変わらないので、まあ、そういうことをすることを自覚して自覚的にやる必要があるでもやっぱり私たちもこう長い人類とか地球史の中では、まあ、本当に まあ一瞬のもので存在でしかないからその一瞬の存在としても何ができるかを考えたいなと思っていて、まあ、いいエネルギーの循環をもたらしたいと思ってて今本当に社会的にすごくお互い相互監視とか自己検出的なことがすごい増えていて。 デジタル化っていうのがまたそれを加速してると思うんですけどもね。そういうことを、そこで、それに負けてはいけないと思うんですよね。それは使われてる感じですよね。やっぱり自分で使い方を発見していく必要があるし、使われないようにしないといけないし、責任を持たないといけないと思うんですよね。責任を持たないと、すべてがなんかね、あの、特に日本の社会とかシステム、それが、 特に強いと思うんですけど、それをやっていかないとあの、社会は変わらないし、やはり責任を持って、自分のやったこともそうだし、関わったこととか、関わっている人とか、やっぱりいろんなことありますよね。そのあたりも うん、個人で責任を持ったり、個人,個人を責め立てることはできるけど、時多摩、それ自体がス,キス,スケープゴード的になって、なんらかのターゲットをして、その人を責めれば、あとは解消して終わったね、すっきりっていうこともあると思うんですけど、そういうことは絶対単純化することであって、暴力だと思うんですよね。 そういうことはしないようにしたいから、そういった意味でアートとか、ボイスが言ったことはすごい重要かなと思ってはいるわけなんですけど、で私はそのボイスと本、本にも、ね、書いたんですけど、あのフェリスクス語りの,あのエコノフィーっていう概念を、やっぱり92年以降、ずっと胸に抱いているので、あのこの2つ、特にあとこの前のドゥルーズト語りのリゾ,ームとリゾームって概念ですね、はい、そういったものもすごく重要と思っているそこからまあ情報のフローとかあるので。 で、それがボイスの熱エネルギーの流動とシンクロ,ンクロしているということですね。あとはやはりボイスに共感する人とあえて仕事ができてきたっていうのは、先ほどお伝えした通りなんですけど、例えば坂本龍一さんですね。これあの、札幌国際芸術祭の、これガイドブックで事、事後にはまた別の本ができてるんですけど、これガイドブックであの芸術祭の前に出た、 2014年の6月ぐらいに出たのかな、ここに坂本さんの、あの彼がゲストディレクターで、私と飯田昇子さんが2人のキュレーターで、まあ、それぞれ30作品ぐらい担当して、あのそれと畑,さん畑聡さんっていうあの札幌の,あのディレクターがいて、地域ディレクターの方も、札幌とか北海道のアーティストキュレーションした展覧会を作ったり、それ以外に島福さんとか、いくつか単発のプロジェクトもあったんですけど、 坂本さんがここに書いてるんですね。ちょっと読み上げていいですかね。12行ぐらいですかね。えー、この坂本さんの、あの、ま、いろいろと書いてあります。ちょっとこれははしります。今回、あの、この1回目の札幌国際芸術祭は都市と自然がテーマなんですよね。で、最後にお伝えしたいのは、この芸術祭はアートだけを扱うものではないということです。私が敬愛するアーティスト、ヨゼフ・ボイスは、ドイツにある カッセルという町に市民と一緒に、えー、まあ、菓子の木、今多くと言われてますけどね、あの、菓子の木の苗を植えました。それから数十年が経ち、現在その菓子の木は約8000本に増えています。社会彫刻という概念を提唱したボイスは、作家や作品ではなく、社会を構成する大勢の人たちこそが主役であり、彼、彼女たちがアートを作り上げると考えたのです。 札幌国際芸術祭もまた、皆さんと一緒に成長していく一つの社会彫刻といえるかもしれません。札幌で皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。と書いてあります。そしたら、この札幌国際芸術祭、7月19日、2014年始まる直前の同じ7月になって、札幌さん、あ札幌、坂本さんががんであることが分かって、あの急遽来れなくなったということで、札幌で皆さんと会えなかったでいよね。 それで今年先ほど、つ。 5月15日が坂本さんの四十九日だったんですけど、今年の3月28日にお亡くなりになられたということで、ちょっとそういう追悼をたまたま私、そろそろあの自分の中でいろいろ考えてたんだけど、今年今週、ちょうどいろいろと考えていて、まあ、授業でもね、ちょっと坂本さんのことを取り上げたんですけど、そういう中でこれを見ていて、社会彫刻、やっぱり坂本さんも思っていて、ボイスのことを念頭にやっていたってことがあって、これが、えー 私が関わったのは2013年のこの頃ですから、まあ、約10年前。そしてあの地域ディレクターとして関わられた、えー、畑佐さんですね。アーティストでもあるんですけど、札幌の現代美術シーンですごく重要な方で,はであるんですけども、畑さんもボイスの影響をすごく受けていて、よく私と畑さんもよく本当によく話しましたね、ボイスのことを。それもやはり10年前ですね。そういうことで、 あのボイスに共感する人と仕事を一緒にできたってことがあって、あともう,もう一つ、2012年からですね、実際ギャラリーがいたのは13年なんですけど、あ、えー、と厚子さんっていう人がいて、あ子バルーさんっていう人がいて、このあつバルーさんはピエール・バルーっていうすごく重要な音楽家の奥さんでもあるんですけども、あのライブハウスを持ってたりしたんですけど、あの文化村のね、あの渋谷の隣にあって、でそこのビルを、あの 当時持ってたので、そこでギャラリーをしたいと。3 1・1があったから、やはり何らかのことをしなきゃいけないと思った。私は、アートは素人だから、スカさん手伝ってって言われて、あの、解説から、あの、ギャラリーの最初の展覧会とか、あと、 まあ、いくつかのそれ以外の点何回も関わっていましたけども、まあ、そこでもやはり、あすこさんの問題意識と、まあ、彼女の中でもボイスっていうのがあって、そして、そこではまあ、彼女は音楽シーンとか、あのライブハウス、特にすごく、あのいろんなあのライブハウスとか、あと、新宿2丁目系の人が、の、とか、いっぱい知ってたんで <laughs>、 あのすごい楽しいすごくあの多様な人たちと出会えて、まあ、これも良かったなと思っていてそういうふうにしてボイスのことを思ってるとボイスのことを思っている人と出会えて仕事ができてきたっていうのがあってそれによって一緒にまたいろいろ考えたり何かを作ってこれたってことはすごく私としてはあの幸せだなと思ってるんですけど。 それでまあコロナになって、いろいろ考え直して、また防止のことも100周年もあってということで、考える中で、やはり、障害テーマとして、自分は人間と非人間のためのエコドフィーと平和っていうのを作って、まあ、人間だけではなくて、人間以外のためのエコドフィーと平和ですね。エコドフィーは語りの概念。平和がすごくあの重要な概念として、新しく対抗したいと思ってるんですけど、まあ、そんな感じのことをやってる状況がありましたと。 いうことで、はい、こんな感じで。あとは何かな大体いいこれで2つの質問に、なんとなくあの質問、答えたかなって感じですかね。はい、そうですね。ありがたい。そうですね。そしたらね、一応お伝えすると、日本の社会彫刻って何かなってことをねあ、あ、ここでもみんなで話しましょうか。日本の社会彫刻っていうのはもうちょっと後にしようか。はい、ここで皆さんに開きましょうか。 ありがとうございます。新野さんの、はい、あの、対話と創造の森のお話をぜひご本人からお伺いできるといいのかなと思うんですが、お話しいただけますか、新野さん、今。あこんばんは。皆さん、こんばんは。あの、対話と創造の森の代表をさせていただいている、えっ、ー、と、新野啓二郎と申します。よろしくお願いいたします。おおむねどころか、四方さんが本当に、あの、 ブレスしながら上手に全部説明していただいたんで、もうこれ以上あの僕から話すことはないかなっていう感じではあるんですけども、さっき、あのき子さんの方からも話があったように、えっとボイスの生誕100年の時ですね、であのボイスの理念の部分には多分多くの方が影響を受けたりとか、その ご自身の、ね、活動につながるようなあの話にはなっていると思う方、多いと思うんですけど、方法論、ボイスが取った方法論ってことに関しては、多少今、ボイスと同じことやっても、社会彫刻って実現できないんじゃないのかなと、ボイスの言ってる意味での社会彫刻っていうのは実現できないんじゃないかなと、それでどうも理念はまあそのままでもいいんだけども、方法論をアップデート。 する必要があるんではないかというようなところから、社会彫刻を少し展開して、社会彫刻2.0というか、少しそのボイスの社会彫刻の方法論の部分を特にアップデートできるんじゃないかということで、えっ、ー、と、四方一子さんと大変話が盛り上がり、それで、その流れでなんかフォーラムまで開催することになったというようなところかなと。 で今日も今、坂本龍一さんのお話も出ていて、でやっぱり坂本龍一さんの持っていた問題意識と社会とアートの関係っていうあたり、ところ、また同時に、坂本龍一さんも方法論として超えられなかったことってあったんだろうなという自覚、その中で、うん、あの亡くなられてしまっているっていうところもあって、何か そのテーマをちょっとどこにあの絞って話すかっていうのもあるんですけども、いわゆるその社会彫刻っていうものを方法論としてどうアップデートしていくのかっていうのが、今の対話と創造の森の中にはあの、かなり大事なテーマとしては、えー、とありまして、その中で、私たちは3つの基本理念というものを、えー、と置いております。一つは人は人誰もがアーティストであるという コンセプト2つ目は、人と自然との関係性を再創造すること。3つ目は、アートとともに未来のコモンズ、各個共有財を創造して発信すること。この3つのコンセプトを基本に、そこにいるメンバーたちが、おののが実践者になり、どう社会を彫刻していくのか、ということを、まあ、試す実験のプラットフォーム。 をまあ作らせていただいてると、大体そんなところかなと思います。まあ、ちょっとあのあの短い時間であの少し話させていただきました。ありがとうございます。あの、私もね、今、新野さんのプロジェクトの構想の一つとして、子どもアート食堂に関わらせていただいてまして。そうですね。<あ>そう、えー、あの、えー、はい。 あの谷山京子さんとのね、あのご縁で、三、え、木、ー、さんにもあの出会ってまして、それで結局、これ、多分今回の、四方ゆ子さんもそうですし、あの皆さんもそうだと思うんですけど、やっぱり、そのいわゆるソーシャルアートっていう、これ、文脈だと思うんですね。日本におけるソーーシャルアトっていう文脈を ちょっと多分整理する必要があるなと思っていて、今はどちらかっていったら、アートの文脈というよりは、社会起業家だったりとか、事業家の方,の方の方たちがソーシャルなテーマを扱って、ソーシャルイノベーターみたいな方たち出てきてるんですね。まあ、それはあのあの出てきてると思うんですけども、まあ、その中でね、いわゆる社会福祉的な観点から、子どもの居場所を作って、まあ、栄養を、 あの提供する子ども食堂っていうものをあの今、全国で、まあ、あのそれを作らざるを得ない状況があって作ってるっていうところではあると思うんですけどどうもこのソーシャルアートの文脈でちゃんと子ども食堂を扱,え扱わなければいけないんじゃないかというような、まあ、し使命、ミッションと同時にソーシャルアートの文脈がちゃんと整理できれば世の中のいわゆるソーシャルって言われてる種類のものに 近カ一子さんもおっしゃってるようなアートっていうものをアートと共にとウィズアートという形で多分開発領域はものすごいもう無数に開発領域があるんじゃないかなと思っていて今はえー、っとこれは近カ一子さんにあの命名していただいたんですけどまあそのアートコモンズメンバーっていう人たちがまあ時には一人で時にはコレクティブにあのー プロジェクトを作っていくんですけど、まあ、それもなんとか部っていう言い方じゃなくて、人類の類っていうやつをつけていて、今、三木マ屋ヤさんというところは、子どもアート類っていう、そういうところの類に所属してる形になってるんですけども、まあ、そこで、えー、っと一つの今、実装を行っていますけど、他の類でもいろんな実装を今、実験的にやろうとしているというような形ですね。 ありがとうございます。より詳しく、あのー、お話いただいて、何か皆さんの方から聞いてみたいことってありますかもしくは、あのー、皆さんご自身のお話もぜひここでシェアしていただけると、もう本当にこれこそがコモンになっていく、コモンズになっていくと思いますので、もしちょっとすぐに出ないようにしたら、まあ、せっかくなので、ちょっと私もこの子供アート食堂について、ちょっとコンセプトをね、私の方で 基本的にベースを考えさせていただきまして、まあ、そこにニーノさんとどうやってさ社会実装させるためにふさわしい言葉選びだったりとか、一緒にブラッシュアップさせていって、あの作らせていただいたんですけど、私ももともと、あの、私、ボイスと出会うのは基本的に遅いというか、まあ、この社会彫刻を遡るの前身であったセブン・サウザンドヒューマンズの プロジェクトからボイスについてきちんと学び始めたというところがありまして、社会彫刻という言葉もあまりこうピンとは、言葉とは知って言葉としては知っていたけどあまりピンとは来ていなかった状態だったんですが、私もあの、社会とアートということに関しては大学生の頃から興味がありまして、どうすれば、あ,あの、そもそも人はみ、何んていうかな、子供を 今私自分のアトリエに子供を招いて、あの、子供たちが好きに作れるスペースというものを運営してるんですけれども、それを考えた発端ももともと、人ってみんなもともとその創造性を持って生まれた人間であって、アーティストというのは名ばかり、私は名ばかりではないかと自分では思うほど、みんなみん、あの、ベースはアートがあるんじゃないかっていうところから、あの、子供たちが、 イメージしたアイデアを実践できる場として失敗もできるしそのための知恵を貸してくれる大人たちが集まれる場所ができるといいなというところから始まったのでまさにあのボイスを知る前から私はボイスをもっと知っておくべきだったなと思うような話を先ほどの四方さんのお話からも深く思ったんですけれども。 な,なんかそのあたりで、ニーノさんとも話が行き投して、こう、ご縁をつないでいただいて、対話と創造の森という一つのプロジェクトが、もうこれも本当アクションだなと思うんですけど、社会に対するダイアログですよね、ニーノさん。そうですね。うん、はいあの。社会とダイアログして、やっぱりその理想に向かってどう、どう、その実現していくのかと。やっぱり、その、 ボイスの時代もそうですし、やっぱりアーティストって基本一人個人だったりするんで、個人一人で社会を変えるってことはできなかったとしても、やっぱりコレクティブにいろんな専門性のある方たちとお互いを尊敬し合いながら、そこは互いの,あの業界というかあの、領域の専門言語に対する少しそういう。 理解をあの一つ一つあの丁寧に、えー、と作りながら、まあ、そこの中でやっぱり共同創造あのしていくとそうすると、まあ、社会ってあの日本語で使われてる社会っていうのは本当に社会全般というかすごく広い意味で社会っていうあのどうも明治になって。えーと 翻訳の段階がちょっと明示だっったかな、ちょっとあのごめんなさいあの、細かく忘れてしまいましたけど、やっぱりその社会という単位はあの、マクロもあればミクロもあって、小さなあのマイクロなソサエソサイアティっというのもあるはずで、まあ、そういうものだったら、本当に今日にでも実装できることってありますんで、まあ、そういうものをねあの、作って、もうこれが未来だって言い,言い張ったですね。 もう人類の未来は決してネガティブじゃなくて、必ず今ここで作った、実装したもののように、これが未来になっていくんだとやっぱ信じて、ですねそれをまあできうる限り実装していくというようなあの活動の総体ですね、今のやってる相対は。なので、僕が作ってるっていう感覚はあまりなくて、本当にみんなであの作ってるかなと思ってるところですね。あの先ほど塚田さんがお 教えてくださったあの大鏡の作品の写真がニーノさんの後ろにちょあるんですよね。ねっ、はいすに,に入ってますの私も先日八ヶ岳行かせていただいて、あのみんなで集まるそのア,ーアートコモンズメンバーが集まる日がちょっと行けなかったので、個人的にあの連休を使って行かせていただいたんですけど、ああいった場所でこう対話が,広,が広げられたのかと。この ちょっと円形のね、舞台のところに大鏡、長方形の大鏡が置かれてあって、何かの舞台のような感じの場所で,で、その周り、それがもう森の中にあるという状況で、ここでいろんな対話が行われたのかと、あのー、思うと、なんだかちょっと感動を覚えました。なんか芸術作品の中で対話をするっていうのは、すごいエネルギーが生まれるような気がしましたね。 あと自然もね。自然の中でこう人間の創造物が中にあって。なんかそれこそ、あの,ー、の純チタンの板をその表面数ミクロンだけ磨いて作ってるんですけど、基本あの太陽年数は1500年以上っていうふうに言われているので、もう物質としては一つの、あのー、 ビジョンを掲げて、それが物質としては地球上にそのまま、例えばそこの場所が別の使われ方しても、多分あんな巨大なあチタン板をわざわざ搬出するってことはないでしょうから、きっと土の中に埋もれた状態で、下手したら1000年、数千年そのままその場所に置かれていく可能性もあって、まあ本当、なんていうんでしょうか、その未来のあの。 未来の遺跡を作るような,なんかプロジェクト、まあ、逆に言うと、まあ、それぐらい時間がかかっても人間として一つのり、うん、理想というか、そのボイスも言ってますけど、一つのやっぱり社会を本当に芸術にしていくっていう、この困難さと、この難しさと、やっぱりあなたの言ってることは理想的で現実的ではないねっていう、揶揄をされながら諦めずにやっぱり前に進んでいくっていう。 意味においてはちょっとそういうあのねボイスはなんか確かまあカシノキで八百年ぐらいってなんか時間軸言ってましたけど一応まあ別にボイスを意識したわけじゃないですけどまあ千年以上は確実にこの地球上に物質として残るものとしてはまあ今場として実現している形になってますね面白いですねあの三百年後三百二百年後三百年後にこう土で埋もれたあの鏡が こう地層の中からこう出てくる様子を今ちょっと思い浮かべてみました。金魚はね先ほどの縄文中期の中心の場所なんで縄文遺跡がいっぱいあっていろいろ縄文のものが出てくるんですけど、まあ、その中でねもう何で地ンなんだろうっていうことで、まあ、そういうものがいずれなんか出てきたらいいかなと思ってまあこれはね あの何かって言われたら、なかなか何かっていうことを言うのは難しいんで、まあ、人工物っていう意味においては、まあ、人間が作ったものなんでしょうけど、まあ、一応そういうものを作らせていただいてるっていう形ですね。ちょっとうまくね、なんか皆さんにそのことが伝わってるか、ちょっと話の中ではね、反応がわからないところもありますけど、一応、はい。ありがとうございます。あ皆さんの方で、あっ、京子さん、手を挙げていただいてますかね。 台湾の創造の森で社会とアートの関係であるとかソーシャルアートとかそういうキーワードが出てきたんですけれども <laughs> あの先日あの4月は白川さんにもあのお話しいただいた時にそのソーシャルアート社会とアートってなってくるとその振る舞いとか社会の中での振る舞いやお互いのマナーというもの自体もあート であるというような考えがそもそもあってという話を伺っていたので、まあそこともすごくつながって、そのまあだから社会の中でどう働くかとかそういうことに対してもあのとか日,日常の振る舞い自分たちの振る舞いでそれぞれがえっと関係し合ってこうこうなんていうのボトムアップっていうかこうアップグレードしていくっていうそういうイメージがこう今お話を伺ってて湧いてきました。でセブンサウザーのヒューマンそのマヤさんがおっしゃった。 あのプロジェクトなんかもまさにそういうソーシャルムスリースといってこう社会を禁止体のようにつなげて全員の士気をこうああの上げていこうみたいなそんなような思想があるのでもうすごく今聞いてて相対的なこう地図が見えるというかなんかまあ皆さんほか他の方でもあのご自身の社会彫刻との出会いだったりとか初めて出会ったという方も今日はいらっしゃるんでしょうかあの福田先生こんにちはお久しぶりです。 こんばんは。こんばんは。お話はすごく面白かったですね。私が社会、社会彫刻って、ボイスとの出会いって僕は、あの、芸大でボイスがあの来た時に、公演やった時にちょうど助手やってたんで。あ、助手だったんですかビデオの、ええ。録をするんで、えー、えー。持ってた。 話はあんまり聞けなかったんですよ。<laughs> まあ聞いてもすごく難しかったですけどね。<laughs> うん、黒板消そうとして怒られた。<laughs> 今もありますよね、黒板ね。残ってます。揉めましたよね、セレブと。ね、ああ、そうだったんです。いろいろ裏あったんですね。<laughs> なんと女子だったってすごい、なんか、なんとね、すごいですね。はい。 そうですね。やっぱり大学入ってからですね。やっぱり知の。うん、高校は田舎だったので、全然印象派しか知らない高校生でしたから。うん、えっとで、やっぱり直接ご本人前にすると、やっぱりね、オーラみたいなのがすごくて、やっぱりあの、釣りのベスト着てて、うん、教授なんかがみんな、ちょっと興奮してて、みんなサインもらったんですけど、ここ、うん、を臆しててサインもらえば良かったと思ってんじゃけ <laughs> ったけど、もらえなかったことが、 うん、とにかく、公演の時に、まあ言ってたのはなんか、あんまりちゃんと覚えてないんですけども、うん、こう、8の字みたいなね、惑星みたいな宇宙の話から、パートのを語ってたっていうのは記録してるんですけど、で、やっぱりボイスはね、あの、憧れてたけど難しくってわかんなかったのが実情です。うん、それで、それからしばらくして、やっぱり 彫刻っていうことではないかもしれないけどあの拍手に参加したのが、うん、やっぱりその地域とか社会とかそ、うん、こ,こに住んでる人とアートっていう関わりを考え始めた、うん、私は最初だったかのそのあ、うん、とはまあ何て言のか専門学校美術の専門学校でずっと教えてたんでそこでやってることがどっちかって言ったら。 社会に近いというか、作品のように授業展開する感じになっていったんで、うん、まあ谷山さんも参加してもらいましたけど授業の中でまあソーシャルプラクティクスとか社会とアートみたいな言葉が出始めたのが何年前ぐらいですかねまあちょっとちらちらそういうなんかあのソーシャルエンゲージドアートとかっていう 流行り言葉みたいなのが聞こえてきたあたりで、授業の中で社会とアートっていう講座を作って、ライブでなんかそういう、あの地域となんかやっているアーティストの人を呼んで、講演するみたいな形で、まあ、あの、学校ってすごく閉鎖的なので、なんとかこう、地域とか社会とかつなげていこうみたいなプロジェクトをいくつかやっていったって感じです。で、ただ、未だにね、本当に、 今言われてる、あの、ね、企業家の方がよくアートのことをいっぱい言って、おアートはすごく重要だとか、山口修さんでしたっけなんか、そういう本書いてますよね。すごく売れたらしいんだけど、でそういうのはすごく出てくるけど、じゃあアーティストはっていうと、地域の,、はい、あの展覧会っていうかね、プロジェクト、あの、瀬戸内とか、新潟とか、 はすごくね、根付いたからいいのかなと。思いますがだから、ただやっぱり非常に重要かなと思うんですね。もっと日本は、あの、アートがどんな田舎に行ってもふっと見られるような状態。それがその、あの、村おこしとかそういうことではなくても、作品がいろんなところで見られると、あと地域の人がそれがある程度理解している、愛しているというような、 社会になればなというふうに思って、さあこう、ここから何しようかなって思ってるのが今、という感じです。ただボイスは未だにわかんないですね。すごく難しいか。それは、あの、公演の日本語訳を聞いて難しいと思われたんですかあ、訳も結構大変でしたね、なんかね。<laughs> あの、宮島くんとかしてたけど。 なんかあれって、あの記録があるのをご,ご,ご存知ですか芸大のほうでも記録されていて、これは芸大の資料として保管されてるんですかちょっと別の話です、ね、僕も離れてずいぶん経つので分かんないけど、うん、ビデオは撮って編集して、菅君っていう学生だったんですけども、うん、あれが編集をして、えっと、渋さんの当時のテープですね、ビデオテープで。 教官室に保管はしていたのは知ってるので、その後は分からないですね。それをデジタル化したのか、うん、<laughs> ちょっとこれ、で <laughs> 今日の話とあその出ちゃうけどその、もう一度お名前をその方の名前を教えてもらっていいですかなんて方ですかあ編集したのは有村君っていう、もう下の名前忘れちゃったけど、テープ自体は教官室にありました、うん、僕は。 今あるか分からないですよね。今はねその。たとえペープがあったとしても、ちょっと厳しいかな。だから、どっかのタイミングで、もしかしたら、その、あの、スタッフがデジタルに変換してれば、かな、と思って。 あの、恐れ入りますが、できればその方のお名前をチャットに入れてもらっていいですかねちょっと確認、知りたいなと思ってまして。あの、それとは別に、あの、あれですよね、ウェブの方、あの、で、一応ずっとボイスに対しては、ついては、あの、撮影部隊があって、あの、要するにボイスインジャパンっていう、あの、あの、あれですね、ビデオに編集されていて、で、実際に本でもそのボイスが、 いた、4日半ぐらいですかね、のいろんな記録、例えば公演の記録なども出ているので、あれに、牛大の、その、対話集会も入ってるかもしれないんですけども、と、うん、いうことがあって、それとは別に、慶応大学の、慶応義理大学のアーカイブセンターかなんか、アートセンターで出した本で、あの、イスの関係があると思うんですけど、その中に、栃木県美の、 あの、山本和弘さんが、ボイス、芸大で行った対話集会のボイスの黒板の書いたものを分析をしてますよね。これもね、入手とか閲覧可能だと思うんですけど、このあたりをもしご覧になりますと、結構内容とか、どのような形で黒板が書かれていったかも含めて見られると思うので、一応皆さんに情報共有としてお伝えしておきますね。はい、そんな感じで。 2000年代、07ん代後半ぐらいに水戸芸、水ドゲで、ミドゲー館で、高橋瑞ずさんが学芸員として、まあ、彼女は当時見てないんですけど、逆にそれを、当時のボイスの来日の時の映像を、いろいろと編集前のものも含めて探して、その上で展示されてましたけれども、あの他のボイス作品と一緒に、でもそれが彼女が行った作業で、そこでまた何か掘り起こされてると思うんですけど、なかなかもう、考えてみると、もう39年前ですよ。 ということであ、よくある場所だけど、企業とかも,もう解散したりしているので、なかなかこうアーカイブとしてどのように確保されているか、保存されているかって、本当に難しい状況でありますよね。そのビデまた、芸大の,そのビデオの話なんですけど、共感室っていうのは、油絵館の共感室なんですかねあ油絵館の共感室。 なんか、油絵科の芸大の知り合いにちょっと調べていっ,て言ったら、調べられそうな気がします。そうですね。もしよかったら、ちょっと今日はこの話の本がト,トピックじゃないけど、やっぱりちょっと貴重な話なんで、そう。それで私が別途ちょっと余談で伝えたかったのは、あの芸大で行われた対話集会ですね。もともと発案したのは、ムサビの学生だったとしてますか知ってますか,知ってますか シデの学生だったと言いますよね。そこからやはり、ムサビが遠いからかもしれないんですけど、いろんな、まあ、経緯が私は知りませんけれども、もともとムサビのシデの学生が提案して、ボイスをの,その対話集会か何か呼ぼうとしていたんだけど、結果的に芸大になったという経緯もね、あるってことをいろんな形で聞いて。 芸大でという話が出たといて、で、ムサビの子たちが結構怒ってて、多分ムサビと西部でコミットしてやってた企画だったらしいんですけど、一連。 両方のりじゃないけど、最後黒板取っちゃったわけですから、収蔵品だ英語を渡せって言って,てこれはあの、うん、国有美品だから渡せませんって言って、上だけ持ってって,って言ったらしい。ようありますね。でも、ボイスが指定したってことは、そのボイスに対して、やっぱそれをサジェッションした人がいたってことですよね。まあそ、まあ、その話はいいとして、すいません、いろいろと。<laughs> この件はこの件ですごく貴重なお話なので、すいません。ちょっと聞いてしまったんですけど、ぜひ皆さん他の方もね、 こっちに来れるといいですね。すいません、挙手していただいている方がいらっしゃいますね竹川と申します。竹川さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれいいですかね。ね私とボイスの出会いじゃないですけど、はい、簡単に、はい、ちょっと思い出を探りながらなんですけど、はい、私はあの出身が横浜でして、大学大学中にあの港未来のあのバンカーとっていうあの文化。 施設でちょっとあの勉強させてもらったところがあって、うんで、その代表、元代表の池田修さんが p h スタジオっていうあの、うん、アートコレクティブをやっていたああに、バンカーというもの部分にやっていました。で、池田さんからいろいろ勉強させてもらった中で、まあ、社会彫刻とかヨーデスボーイスっていうキーワードを聞いていて、うん、何なんだろうなみたいな感じでこう調べてると、うん、まさにこう、まあ、バンカーとか、まあ、街の中で、地域の中でアートをするっていうことを。うんうん まあ体現してることが過去にまああって、僕がその大学生の時に、なんかアートっていう概念は好きだけど、なんか社会の中には繋がってない気がしているなっていう課題をもうすでにアプローチしてるっていうアクションがあったんだっていうのを見て、あすごいこう、なんかアートの懐の広さみたいなのを覚えています。逆にその題材として、あの社会っていうものを扱いながら、 その目的はそのなんか社会を良くするとかってなって、手段をアートとして、なんかアートに関わるだけっていうところのなんか純粋さみたいな、なんか表現の衝動が結果的にまあ社会に還元されちゃう、とか、される必然性みたいなところ、なんか美意識なんかすごいかっこいいな、それが、なんてうか、ね、地域を良くするっていうものの手段として使われるのは、すごく望ましいんじゃないかなと感じています。逆に 僕も今なんかその公共系のこうアートの方とかと仕事してますけど、やっぱり、なんですか、日本のまあ法律の制度とかいろんなまあ枠組みの中で制限が非常にあるということも伺っている中で、まあ、それそのものをこう、なんですかね。 えーとアプローチとする社会彫刻みたいなことはまだまだこう今後もこう期待できるんじゃないかななんていうふうに感じております。はいえー、青野さんがマイクに接続できませんということで、なんか一回入り直してくださったんですけども、今、マイクに接続生きていると思いますすご無沙汰してます <laughs> <laughs>、えっと、ヨゼフボイスは 来日した時に西部の展示は見たような見てないようななんかそんな感じですねでそれで実はしばらく忘れていたんですねで最近急にその先ほど福田先生のお話に出たソーシャル・エンゲージ・アートの文脈でちょっと突然思い出して、えー、元祖ソーシャル・エンゲージ・アートの人だったなぁということを思っ でそれで今日もちょっと参加しました。しも思,思ってみるとなんでその間こう30年ぐらいブランクがあったのかなっていうのも今思うとちょっと不思議ですよね。その最近の例えば子ども食堂に絡む先ほどのプロジェクトだったりとかあとは、えー、当事者の方あの引きこもり当事者だった渡辺淳さんとか えー、車椅子ユーザーの比嘉和,和彦さんとかがあの周りの人を巻き込むようなプロジェクトをやってらっしゃいますけどもその間にほとんど1世代ぐらい抜けている,ているような気がするんですけどそれはどうしてなんだろうという気が今しました。<laughs> ありがとううございます、はい、ういますそうですね遡る 本当に言葉の通りに遡っていこうとしていたとき、あの空白はあったのか、田さんどう思われます、うんあはい、この間あの、白川さんの話もあったと思うんですけど、やはり当時来日したときのボイスって、やはり日本の時代的にはバブル経済の真っただ、ま、中であの、まあ、ボイスの言うことはなかなか理解しがたかったということだと思うんですね。ただやはり日本も 95年以降の阪神・淡路大震災ですとか、オウム真理教の,、まあ、あ,のああいった3人の事件があったりして、徐々にこう、あのその前にバブル経済の、まあ、はじけたということもありますけれども、あんまりこうあの、経済的にも豊かでもない状況で、そのまま来ていて、その上でまたあの大震災、東日本大震災もありましたしということで、なかなかこう、社会的なリアリティが厳しい中で、 逆に人とつながりとか、そういったものが見直されて、特にまあ阪神・淡路以降ですよね、徐々にあると思うんですね、やはりボランティアの子さんが行ったりとか、当事者の人が実際にあの発言したり、表現するような場もで,できてきたと。 ということでやっぱり時代がや、まあ、簡単にすごく、あの <laughs> アバウトで言うと、本当にわりと真逆のような時代とか、メンタルな状況に日本はなっていて、まあ、世界中でもそれはあるかもしれないですけど、特に日本の当時の80年代中盤と、現在本当にかなりの、まあ、ギャップがある中で、実はアートの表現も変わってきましたし、まあ、地域的な芸術とかコミュニケーションとか、ソーシャルエンゲージティテ的なアートも増えてると思いますよね。 やっぱり時代として今はボイスのことをすごく見直せるような、そういった状況になっているのかなってことはすごく感じますね。はい。ありがとうございます。あい、せっか確なんで、え <laughs> え。今のちょっと青野さんのお話を受けて、やはりそのボイス以降、そのソーシャルアートの文脈を作ろうという、まあこういう、まあ今回のこういうあのコミュニティというか活動が、うん やはり大変大事だと思われまして、やはりソーシャルアートの文脈の方たちっていうのは、美術界で評価されるというよりは、社会そのものを作る方に回ると、なかなかその方たちの活動をちゃんと文脈化しようっていう動きがない限り、多分30年間で大変魅力的なソーシャルアートの文,あの文脈を形作る方たち。 いっぱいいらっしゃると思うんですけど、うん、やはりそこら辺を意識的に文脈作りをしてこなかったというところが、一つの、ね、それでまあソーシャルエンゲージアートみたいな文脈ができると、まあ、そこからまた一つのコンテクストになっていくっていうのもあるのかもしれないんですけど、僕はあの今回のこの 活動に参加させていただいて、白川さんのお祭りを作られるプロジェクトとかに本当に感銘を受けたというか、僕はあの恥ずかしながら知,知らなかったんですね、そういう活動されていることは。うん、でも、そこで、今回ここで知って、ああ、素晴らしい活動を地域の中でそうやって、地域の歴史文脈をアートにしている活動をやられている白川さんという方が、もちろんあの知っていましたけども、あの存在は、でもそのプロジェクトは知らなかった。 なんか、そういう意味で、なんか、やっぱり、このね、お二方ね、皆さんで始められている。このプロジェクトが、日本のソーシャルアートをちゃんと文脈化するような、なんか流れになると、非常に素晴らしいんじゃないかなと。まあ、個人的には、そういう機会に、この場所がなると、素晴らしいんじゃないかなと思って、あの、おります。ありがとうございます。じゃ、白川さん、今、ちょっと木馬祭の話が出たんですけれども、あの、私たちは何度かも、き、何回かも、お話ししていただいてる。はい 初めましての方もいらっしゃいますし<あ>あの、木場祭がどういう経緯で立ち上がったのかとか、現在の木場祭について少しお話伺えますと幸いです。えー、っと、木場祭り、まあ、まあ、ちょっと、まあ、あのえー、っと、初めから話すると、まあ、2005年の時に、えー、っと、まあ、前橋の方で、全国アート NPO フォーラムというのが、 始まったんですよね。で、まあ、いわば、えっ、ー、と、町おこしをアートで、えー、やるっていうか、そこのところにアート NPO を、えー、作って、まあ、それをぼかしていこうっていうか、まあ、そういう、こう、提案が、まあ、出てきて、まあ、まあ、そういう、こう、えー、全国アートフォーラムみたいなのが、前橋で 行われて、まあ、あの、僕は、まあ、地域の人と一緒に、それに、え、参加してたんですよ。で、あの、まあ、地域の人っていうか、あの、実際に参加してた、まあ、作家、商店街の方で僕は参加してたんだけど、その時は、作家は僕一人で、後の人たちはみんな、あの、群馬大学の、え、社会情報学科の、あの、学生さんとか、まあ、え、大学卒業して、 えーとまあ、地域のなんか活動に、えー、加わってる人たちがいて、まあ、そういう人たちと一緒に商店街の中でいろいろやってて、まああの、話をしてたときに、なんていうのかな、えー、前橋の街っていうのは、町おこしに何か使えるようなネタ、なんかそういうものがあのない場所というか、まあ、物語がないというかね、まあ、そういう話になって、ちょっと僕はその前橋。 地域についてのこ,うことをみんなと話してたときに、まあ、一般的に知られているのが、あの前橋、群馬っていうと、萩原作太郎っていうかね、まあ、そういう人、それからあとは、えー、こう群馬で、えー、っと国貞忠治っていうか、まあ、その2人がダントツに知られているけれど、1人はヤクザで、まあ、そういう人なんで、まあ、そのヤクザを 町おこしの中心に送ってるわけに、まあね、まあ行かないみたいな話、まあ昔一つあって。それからもう一つは、萩原作太郎はあまりにも、ほら、芸術家すぎちゃって、あの、<laughs> 一般の人からこう、ちょっと抜けてるっていうか、まあそういうところがあるわけですよね。やっぱりあの、作太郎は、まああの、まあ正直言って、その、えっ、ー、と、群馬が、あのね、まあ前橋とか群馬が好きだったけれども、まあ、 いろいろそういう中の人間関係とかそういうの好きじゃなくて、結局、まあ東京に行っちゃった人なんだよね。まあだから、まあ地、まあ地元まあこういう意味で言うとあれだけど、捨てちゃ、捨てちゃって、まあ日本の詩人として、まあ、あの近代の詩人として出てきた人で、その地域のこう、そこの方のことで考えるとなんか、えー、やっぱりちょっと距離がありすぎるっていう。 まあそういう話が出て、誰もいないんだよねっていうようなことで、あのまあ、僕はなんかあの、ちょっと調べてたら、まああのえー、国貞忠治とその、えー、萩原作太郎の,あの時間的な距離っていうのは30年ぐらいなんですよ。あの国貞忠治はあの江戸の末期で、えー、萩原作太郎は明治の。 え、初めに、まあ、生まれてるんで、間が30年ぐらいしかないので、30年ぐらいだったら、なんか、あのー、この、埋められるんじゃないかな、ということで、結構、まあ、その、か、かうのっていうか、まあ、宇ねさ中寺の子供が、えー、いて、みたいな話を、まあ、作って、まあ、あのーそ、その子供が、まあ、前橋、明治、えー、江戸から明治期の、 前橋の中で生活していく中で、あのまあ、一つのあの何て言うのかな、まあ、木馬祭りみたいなものを始めるきっかけになったっていう、まあ、そういう、えーとまあ、話を作って、えー、書いて、まあ、みんなに初め渡したわけですよね。そしたら、なんか、お、え、も、ーまあ、面白いんじゃないかみたいなことで言ってて。 で、まあ、なんとか、こういうのを、あの、ベースになんかやればいいんかな、みたいな話をしてたら、たまたま、その時にちょうど、アーツ前橋ができてきて、で、あの、アーツ前橋の方にいた、まあ、住友さんとか、まあ、学芸員の人とか、まあ、そういう人たちが、これを実際に、あの、やり、作りませんかみたいな形で、それで、まあ、まあ、本気なのみたいな感じで、まあ、そ、まあ、そっからね、 えーとその物語をベースに、まあ、実際に木馬を作ったりとか、まあ、そういうの、まあ僕の方がやってその時は誰も手伝ってくれなかったんで僕一人で全部木馬を作ってほんでえっ、ー、とあつ前橋の 1, 1周年だったかなその時に、えー、と実際に商店街の中で木馬祭りをやったという、まあ、そういう経過なんですよ。 でまあ、今もだから、まあ、10年ぐらい結局なるんですけど一応続いててあの最初はやっぱりその商店街の人は、えーまあ、かなり引いててあの、えー、な何にまあこの偽りの話みたいなあの、えー、自分たちと無関係みたいな感じであれしてたんですけど、まあ、2年目3年目ぐらいになってきたら商店街の中の人たちもなんか あの、まあ、面白いんじゃないかっていうことだ,だったり、えっ、ー、と、まあ、木場がずっと商店街の中を回るので、えっ、ー、と、自分たちの住んでる地域の商店街の方まで来てくれとかね、そういう要望が出てきたりして、だんだん、まあえー、ま、えぇ、ま、ま、受け入れていってるというか、まあそ、そういう感じで、えー、現在に至ってるっていう感じですよね。で、一応、ま、秋に、 一応木場祭りをやってるんですけどまあ4年ぐらい前からあのまあ町の中の人たちでその秋だけじゃなくて春もなんかお祭りやってほしいみたいなことでで春に、えー、木場祭りの春版を作ってもともとそのえっ、ー、と木場っていうのがその商店街の中に 大連寺っていう、まあ、浄土宗のお寺があるんですよね。で、そのお寺は江戸時代から、あの、あるんですけど、もともとそのお寺はですね、あの、えっ、ー、と、利根川、まあ、あの、前橋の利根川のすぐそばにあったんですよ。ところが、あの、えっ、ー、と、川が昔、江戸時代に氾濫して、で、それでお寺ごともう少し内,内側の方に引っ越しして、今の現在の場所にあるわけですよね。 で、そのお寺の中に弁天様を祀って、えー、いる。まあ結局、あの、えー、川の神様。まあインドでもね、もともとがインドから来てる。あの、ヒンズー教から来てるわけですけど、弁天様は、あの、まあ、ガンジスまあ川の、神を川、川を治める神様なんですよ。それで、えー、っと、利根川の氾濫を抑えるために弁天様をそのお寺は、 まあ、祭るということになって、なってやってるんですけど、まあ、その弁天様、川の神様だけじゃなくて、まあ、えー、ね、鎌倉とかなんかにもあるように、あの、演芸、演劇とか芸能の神様とかっていうふうにも言われてて、まあ、えー、そういう、まあ、話があるので、えー、っと、春のお祭りは、あの、利根川まで、 あの小さなおみこしを、今度は馬じゃなくて、おみこしを作って、それをみんなで抱えて、あの、利根川まで行って、利根川の川の水を、あの、おみこしに積んで、それで、まあ、お寺に持って帰るっていうか、まあ、そのか川の神様、まあ、あの、来てもらって、それが秋に、今度は馬に、木馬に乗って、町の中を回ってっていう、そういう話にして、で、みんなが、まあ、それでいいんじゃないかということで、 今は春と秋と、あの、両方、えー、年に2回やってるんですよ。で大体、まあ、参加者は基本大体、えー、30人ぐらいで、で、あの、えー、秋の方が本、本来はもう少し人が多いんですけれど、あの、ちょうど、あの、前橋祭りとかなんかいろんな、あの、行事が秋に集中しちゃうので、あの、 なんか参加できる子供たちがちょっと奪い合いになっちゃうんですよね。その、それぞれの。だから、まあ、まあまあ、でもそんな感じで30人ぐらいからちょっとそれ以上ぐらいの感じでいい、今もやってるという状態ですね。はい。ありがとうございます。そ,そんなこと、そんなことですよ。<laughs> いろいろ聞きたいこともあるんですが、ハッサンが、あの、お顔を少し前から出していただいていたので、何かお話を伺えるのかなという期待をしていたんですけれども、こんばんは。今日は、あの、ご参加ありがとうございます。はい、はじめまして。えっ、ー、と、ハッサえっと、ま、ヨゼフボイスについては、まあ、前から少し知識があったんですけど、社会彫刻はなんとなく名前を知っていただけなので、今日話を伺ってね、うんあの、より立体的に 分かったかなと思います。なんか、シュタイナーと、ジェフ・ボイスが非常に深い関係があったっていうのも今日知りまして、あの、なんかとても参考になりました。私自身は、アカデミックなね、あの芸術教育を受けてないんですけど、まあ、地味に、あの、創作活動しているようなものなんですけれども、やっぱりアーティストとかそういうアーティストになるやとかそういう話になると、必ずやっぱりアート界とどのように設定を持つかとか、いうようなこと、 がととても重要になったりとかあるいはあの今、アウトサイダーアート、エイブラートって言うんですか、あの全く違う文脈からね出てきてるにしても、あのやっぱりそれはアート会の方のある種の視点から取り上げられてるっていうことがあるかなと思うんですね。まあ、これは全然批判ではなくて、えー、とそういう吸い上げると言いますか、すくい上げると言いますか、そういう感じがあるかなと思うんですけど。 私のように完全なインディペンデントでやっていて、えー、と何かしらのこうカテゴライズをしにくいような位置にいるものっていうのは、なかなか、まあ、発表の機会とかは、ね、作れるんですけど、それがこう効果的というのか、何かこう社会に伝播していくような,な役割なり,どうなり、何か一つの主張を持ったあの主体になるといちょっと難しいところがありまして、そんなところでね、すべ、まあ、てがアーティスト、あの アーティストとしての資質を持っているという意味では、あのいろんなあの方向性からアートというものを社会に発信できるということとか、あとはカテゴリー、カテゴライズされているということがね、あの今、現代社会ではあのとても重要になってきているといいますか、えーと。カテゴライズもあのはまらない人のためにとても細分化されてきている。例えば LGBT っていうのが、あの最初もっと少なかった文字がどん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 後につながって、いろんな その性的マイノリティをピックアップしてるってなりますけど、た、うん、だってやっぱり、あの、それ一つカテゴライズされたことによって社会認知されるっていうことがあるかと思うんですけど、そういう、なんて言うんでしょうね。そ,そういうことにカテゴライズされないとか、あるいはこう認知されないような状態にあるっていうこともなんか、あの、人間の存在のあり方かな、うん、え存在している状態かなと思うので、えっと、そうではない、ね、何か、 キャッチーなものがない状態で、えっ、ー、と、そのままであるっていうことを自身が発信源になっていくような方法は何か,何かないかしらって <laughs> 考えたり、えー、しているののところです。あともう一つはですね、社会と言いますと、あのー、まあえー、人間社会ということが念頭にあるかと思うんですけど、やっぱり先ほどからお話にありました、えっ、ー、と、生物とか環境とのつながりという意味で、 えっと、それもね、あのー、周りを取り巻く、我々の周りを取り巻くという意味で社会という言い方をしてみてもいいのかなと思っておりまして、で、やっぱりその、人間社会ということに対してコミュニティングしていくわけではなくて、で、また環境問題ってね、やっぱり、数字先日見れば人間の問題になってしまいますけど、そうではない。もっと我々を取り巻く全ての環境にアクセスするっていうような意味での、えっ、ー、と、なんて言うんでしょう、そのアートのあり方みたいなのも、 もうう少し考えててていいいいければいいななんて思っまますす以上ですありがとうございますあのアウトサイダーというのお話だったりですとかあのカテゴリーが増えていくこととか本当あのそうですよねあの名前が付くことによって我々気づいていくっていう側面が確かにあってあのなんとなくふわふわと分かっていたようなものがカテゴリーが付くことによって認知されるってその名前を付けるっていうこともかなり あのー、いろいろ一筋縄にはいかない作業ですよね。で非常に、あ、あのー、また新しい視点が一つ入ってくれたなと思いながら伺っておりました。ありがとうございました。こんばんは。今日は、あのー、ご参加ありがとうございます。こんばんは。皆さん、あの、お久しぶりです。僕は、あの、まやさんや、谷山さんや、 あの思い出の深いこの場所でまたね皆さんと再会できたことがねなんかすごく嬉しかったというかまたこの場所で皆さんとまた再会できたことそれが嬉しくてまたやってきましたまたこの回楽しみにしてます以上ですありがとうございますええー、あのお話をまだちょっと回せていなかった寺内さんもしあのお話 いただけると嬉しいです。寺内です。よろしくお願いはじめまして。あ、なんとここにいらっしゃって嬉しいです。お久しぶりです。私もも。嬉しくなでさんお久しぶり <laughs> <laughs> ええー、白川さんお久しぶりです。えっ、ー、と、あのー、 私、あの、実は皆さんがね、話している、その、まあ、ボイスの出会いということですけど、名前、私、イギリスに1979年から1999年まで20年間いたんですね。で、ボイスの名前は多分、その留学前から知ってたとは思うんですが、たまたまその留学した年、1980年に、 ボイス本人がエジンバラでエジバラフェスティバルであの、まあ、作品発表とインタビューがあって、まあ、ロンドン住んでたんですけど、まあ、それもあってで、まあ、エジンバラまで聞きに行ったということがありますであのこれは日本ではありえないあの質問がプレス関係者から出てあでもあなたボイスに向かって、まあ、そのプレスのね多分新聞社の 記者だと思いますけれどもでもあなたはナチスだったんでしょって <laughs> というのはやはりあのイギリス人から見たドイツというのは敵国だし1980年代っていうのはまだまだ戦争中にあの兵隊だった人がかなりお元気なんです40代50代。私なんかもあのロンドンにいた時は中国人か韓国人か日本人かっていうのをパブなんか行った時にチェックされて日本人だって分かったとだ。 パブからジャックって言って追い出されるしあの私より今多分一回り下の方はそういう経験してないと思うんですけれども私が行った時はもうやはり日本というのはあの完璧に敵国 <laughs> でドイツもそうでそこのあの大切な作家という形で、まあ、そのエジンバラのあの まあ合唱さんがいるんですけれどもあの、まあ、その人があのボイスのこと大好きでそれでまあいつも読んでるという形でやったんですねで、まあ、私もその時イギリス行きたてで英語力もあんまりないしボイスはボイスで英語で喋ったんですけどその皆さんに言ってるようなレクチャーを、まあ、ちょっとわからなかったけどでもやっぱり作品自体はねとても力があるしであとロンドンでは当時あのアンソニー・ド・フェイという あのすごく強力ないい画廊があってですからボイスの作品はドフェーで大抵1年に1遍ぐらいやってたかな、うん、でまあボイスもその場にいるという形でそういう形では見てましたあとまあビザが切れるたびにあの1年更新しなきゃいけないのでまあ英国出てでまあドイツの辺その辺に行って。 でそれであのプレフェルドっていうとこは、まあ、ボイスが、ね、生まれたとこですけれどもそこでたまたまあれはボイスが亡くなった直後かなんかかなすごくいい展覧会をやってて、まあ、残念ながらドイツ語あんまり <laughs> 英語の、ね、説明がなかったのであれです,けどですから私はドイツはボイスは勉強はしてないけれども まあ本物をかなりの、ね、スケールの,あの展示物をまあ生で見るチャンス当然白川さんなんかとは比べもならないぐらいちょびっとしただけですけれどもあとまあドイツはどこ割とどこの町に行ってもボイスの作品は置いてあるので、うん、街の結局ドイツボイスと同い年のねぐらいの普通の普通って言ったらとっても失礼になるんですけれども。 そうですね。だから私が行った時、ボイス多分60代かその辺だと思うんですけど、そういうご夫婦が来て、ボイスの作品どこあるのなんて言って、美術館の人に聞いてっていうのは、やっぱり多分、やっぱり同期の桜意識式があるのかななんて思って見てましたね。そうやってイギリスから見たら完璧にあの、ナチスだった人というのがドイツに行った途端、やっぱり同期の。 作家がこんな分かんないかもしれないけれども現代美術作ってるみたいなそういうそういう人がもちろんメインとは言いませんけれどもそういうのを見てて私はそういう感じを受けました。うん、だからちょっとやはり日本で今皆さんがその芸大に来てどうのこうの私は現場にいなかったのでめ全く分からないしあと社会っていうのが私が行った1979年が。 イランのホメイニの革命は起きるし、あとも、まあちょっと後にまあ天安門も起きる。で、さっき言いましたように、まだドイツは西ドイツの時代ですよね。で、イギリスもまだ EU 入ってないから、今でこそブレキジットでね、また面倒になったとか言ってるけれども、私が行った時はもともと今のブレキジット状態だったので、あの、本当入りいちいち、あの、 あの展覧会でねあの作品を持っていくんでも必ずあのタックスあのなんていうんでしたっけ税関のチェックが入るみたいな面倒な時代ではあったんです、まあ、そういう形があるのあーと一個その社会っていうののででやはり日本と違うのはやっぱりあの特にイギリスだと階級制度ですよね。でやっっぱり美術大学まで行ってる子は 正直言ってワーキングクラス少ないです。大学行くっていう、まあ今ちょっと大学も増えたし、あれかもしれないですけれども、大学に行く、それも美,美大まで行くというのは、やっぱりそれなりの、全くないわけじゃないですけれども、たまにやっぱりとんでもない金持ちもいたりとかいうとこですね。だからやはり日本は そこまで社会は厳しくはないのかなどうなんだろう私はあの外国人としていたので、あの階級制度の中においては全くあの論外ですよね。彼らのやっぱり外国人の中の,あの労働者階級で特に頭の勉強できる人はかなり心がねじくれるぐらいいじめられてとか嫌み言われたりとかね。 あと私の前英国で最初にあった画商はやっぱり労働者階級だけどやっぱりかなりコラクルって言ってあの名古屋なんかに呼ばれたいとか実はビクトリアミロの前身なんですけれどもまあコラクルなんかもワーキングクラスのでだからあの一応ミドルクラス出身のリソンギャラリーのディレクターに「君なんでここいるの?」とかそういう嫌みを言われたりとかそういうところはありますね。あとですから イギリスは大美,美術のミュージアムなんか入るのは無料だけれども、やはりあの、小学校はなんかはね、気にしてあの、ちゃんとエデュケーションという形で美大、大あの子供連れて、美術館行きますけれども、そもそも自分たちとは関係ないと思っている人たちも大勢います。うんうん、ただ逆に、だから、 ミュージシャンやなんかは結構ねやっぱりイギリスしっかりそう社会のことに対して言うしあとまあイギリスのあれ作家で言ったさっきもあの皆さん社会的なって言ってたけどギルバートジョージなんかはね60年代からかなり面白いところを仕事してるなと思います。うん あなんん、か、かさありがとうございました。はい、やっぱり私もあの80年代、70年代末か、あの80年代に結構イギリスの,あの音楽聴いてたんですけど、大体、はい、アートスクール出身なんですよね。そうなんですよね。あ大学,は大学いろいろ辺りは、でもすごくいいアーティストがいっぱい出ていたし、はい、そうそう、アートスクールっていうのがあってって思っていて、そ,うなんですその辺りにやはり今おっしゃった階級社会って、すごいやはりね、はい、あるんだなとね。 思います本当あ、まあ、今は少しずつ変わってるとは思いますけど、全然日本と違いますよね。違いますね。いらっしゃった時は特にね、本当そう思いました。えっと、あ、で、時間が時間なんですけど、先ほどの、あの、はい。 竹内さんのお話も本当に興味深く、また別をお聞きしたいなと思っているんですけど、あとは、えっと、そうです、先ほどのカテゴライズの話とかもね、すごくやっぱりなんかね、考えたりしました。カテゴライズとか、まあ、階級もそうですけどね。カテゴライズでちょっと、まあ、あのまあ、少しまた外れて,て申し訳、外れてしまって申し訳ないんですけど、 例えばハラスメントっていうことはすごい今言われますけど、ハラスメントって言われ始めたのは、ここ、特に10年ぐらいで、それまで、例えば嫌がらせとか、なんかそういう言い方で、日本語としてハラスメントっていうのが、海外の言葉が入ってきてから、すごくそれが定着して、そこからあのパワハラとかアカハラとか、いろんなハラスメントがまた <laughs> 分解したなっていうことを感じてて、ハラスメントといえば、あのあーと思われるけど、それによってなんかね、なんかすごく分かりやすくなったよ でやはりすごく複雑になっているなということをね、ちょっと先ほどのカテゴライズじゃないか、その話では、ね、思ったりしたんですけど、まあ今日はちょっと余談もって申し訳ないんですけど、他かにあのお話しされていない方がいらっしゃったら、やはり一言でもと思うんですけど、どうでしょうかね。あじゃあ、西田さん、お願いします。はい、そうですね、私はそうだな、社会彫刻とか、ヨーゼフ・ボイスっていう。 ものの出会いっていうのはもうあの何て言うでしょう。あの実,実際に自分がアートのま仕事をするようになってからだったんです、ね。で、最初の仕事というのが、川県の直島の少し、福田さんもあのお話ちらっと出していただきましたが、瀬戸内国際芸術祭のまあ、作品のに関わるプロジェクトのところで入らせていただいて、なんかそれを。 あのどういうことをした人だっていうのをこう教えてくれる人とか、まあ、こういう人がいるんだよっていうのを教えてくれた人がいたというわけではなかったんですが、まあ、そういうプロジェクトの中で、まあ、地域の人たちと関わったりとか、まあ、必ずしもアートが好きでそこに関わってるよっていう人ではない人たちと一緒にやっていくっていうようなところの中であの感じたところで、まあ、そうやって仕事をしていく中で実際にあのカッセルに。 あの足を運ぶ機会もあって、まあ、その中であのそれこそ多くのプロジェクトであるとか、まあ、そういうものを実際に見ながらやっぱりそういうふうにあのなんて言うんでしょうねあのものとしてあるんじゃないなんか出来事としての出来事社会の中にある出来事みたいなものをそのアートの観点で捉え直していくっていうようなことをあの感じました。であのこのの数年っていうのは本当に先ほど おっっしゃって,て、まあ、障害のある方とか、まあ、そういう人たちのにとってのアートはなんかどういうものなんだろうかっていうのに結構かなり関わらせていただいていてやっぱり何ていうかな作品、ね、世の中にある作品みたいなものがやっぱり健常な人たちが見るものとして作られすぎていたんじゃないかっていう反省やっぱりこの何年かあの日本の中ではすごく。 あの問いい直されるようになってきていてき、まあ、そういうもののプロジェクトにちょっと関わらせていただいているので例えば本当になんていう普通のこうコンテンポラリーなダンスの表現を耳の目の見えない人とか音の,あの目の見えない人耳の聞こえない人一緒にどうやって体験できるのかとかなんかそういう対話の場にあの混ざらせていただく機会があってさらにやっぱりあの なんていうかなそこを最近はあのずっとあの発見し続けている日々です。ですありがとうございますあの最近だと目の見えない白鳥さんと美術館に行くっていう本があのでも活動自体はもう随分前からやられているってことは私もラジオとかで聞いたことがあったんですけれども改めて注目されたことにはちょ喜ばしいなと思ってあの本を読んでないんですけれどもか,かなり。 ね、電車の広告にもなるほど、うん、かなり話題になっているようなのは事態が嬉しいいなと思いますいあの実際、私もあの自分が直接対話が、その白鳥さんのやつは参加したわけじゃないんですけど、そのされてるところを記録班というか、記事を書く担当で後ろにつかせていただいたことがあったんですけど、うん、本当に、なんていうかな、白鳥さんという方がいることで、あのいかに、 逆にあの私たちって何てちゃんと絵を見てなかったんだろうっていうあのそのか対話をすることで作品を私たち自身が、まあ、目が作品が見えると思っていた私たち自身がいかに見てなかったかに気づくっていうかあの一緒にいる人があの私たち自身の感覚を拡張してくれるというか一緒にいる人たちのなんか世界がこう接続されていく感じっていうのがすごく。 あの実感していて、またそういうものはどんどん広まっていてほしいなというふうに思ってます。ありがとうございます。じゃあ、ぜひ熊谷さんお願いします。ありがとうございます。社会彫刻との出会い、私も、あの。こう、しっかり、こう、知りたいなと思ったら、仕事をしてからっていう感じだったんですけど。ニーナさんの話と聞いたりしていて。 あのまあ、日本のソーシャルアートのこう文脈とかこう、ど,どもうい、なんでしょうね。いわゆる美術の文脈だけだと、しっかりこうあの記述、記録されないような部分にも、すごく面白い活動があってっていうところは、すごく私も、 あの、その、淡いのところにあるものみたいなところに結構関心があるので、あのななどういうふうにこうそれをできてるかなということを考えながらお話を聞いてたんですけど、えっ、ー、と、私が今、あの、大学、東海大学というところで講師になったんですが、まあ、いわゆる美大じゃないところで、 アートプロジェクトについて考えるみたいなゼミをやったりしてるんですけれどもそうするとやっぱりその淡いのところにみんな関心があるというかいわゆるこうアートっていうものに関心があるというわけじゃないけれどまあ社会に対するこう働きかける表現とか、えー、そこにアートがすごく面白い活動としてあの非常に重要なメディアとして存在してるみたいなところにはすごくこう関心を持つっていう学生が結構いたりするのでまあいわゆる もともとアートがすごく好きっていうわけでゃ全くないもう美術科も実は行ったことありませんみたいな学生もいるんですけどそういう、えー、と人でたちの中にもその、まあ、ソーシャルなアートの活動に対する関心っていうのが、まあ、高まってきてるのかなというそういう機運を感じたりもするのでなんかそこの部分あのそういうのこうまだこう。こう あのや柔らかい状態の学生たちがなんとなく持ってるあの関心みたいなのを聞きつつうまくその接点というかあのま,でまだまだ知られてなかったりっていうところを探りつつ、まあ、ちょっとこうあのできることないかななんてお話を聞いていました。あのすごくあのボイスがこうに あの日本に来ていってこう歴史の部分だったりとかでのお話聞けてすごくそれは私もあの知らないことがねとても勉強になりましたあの仕方さんありがとうございますありがとうございますそうですねえっと <laughs> ハンさんのおっしゃった人間以外のって話もあったし、まあ、社会とか環境とかを考えていくってことはすごい重要だと思っているのと皆さんの今日の話を聞いてやっぱりあのこれまで美術ってまあ あの近代以降の美術ということで、確立されてきたのがミュージアム、あのまあ、あの美術館に入ったりとか、ものとして所有したりとか、マーケットって問題があって、まあ、例えばアートコモンズの対話創造盛りだったら、そういったもの以外のものを考えたりしてるんですけれども、ニノさんもあのミキさんもね、でやっぱり西洋の,その確立された美術っていうのは、白人男性中心で、いわゆる健常者中心だったんですよね。 まあ、それに対する見直しがあって、やはりこう今、時代も転換期でもありますし、まあ、人間がやってきたこと、環境汚染も含めて、見直す時代において、人間以外のものとか、あとこれまであの、まあ、正当なものとして、あのまあ、中心となった人間,人間観が変わってきつつあって、そこで多様性とか、いろんなものがあのまあ 一緒にこうね入ってきていってその中で逆にみんなでこう考えたり対話したりすることですごく多様な文化とか創造性がありうるしそれがボイスの言った誰もが芸術家であるというものにまたつながってくるんだけど。 なんていもともとは本当は、まあ、前回白川さんも言われた通り私も同意しますけど人間ってみ,みんなアーティストに近かったというかやりくりしていてその時代の環境とか入手可能なものでいろいろ作ったりして生き延びてきたし、まあ、シャーマン的な存在とかいてやはり なんかやはり特別な人が出てこないと一般の人たちは割とあとその時代の潮流に従って生きている人も多いと思うから、まあ、そうじゃない人がやはり新しい価値観とか発見とか をしてきたわけですよね、まあ、それがすごく重要で、まあ、それはいわゆるどっちかと,いうとマイノリティやったりちょっと別の知覚とか感覚持った人でもあったし身体性かもしれませんがそういった人たちのことを、まあ、近代は排除して割とスタンダー,あのスタンダード化標準化とかを進めてきたんですけど、まあ、近代はあの標準化進めないとグローバリゼーションにおいてはすごくまあ不便だから。 逆にユニバーサルとか普遍化ってことを進めることによって、人々が同じぐらいの文化にアクセスできるようなことにはなったから、そういった意味の平等性とか、民主化は進んだんだけど、そこで今度は取りこぼしてしまったり、無視してきたものがあったと思うんですよね。それを見直さないと、これ以上いけ、もうやっていけないような状況に、人間も自然も地球もなってるんじゃないかなってことを気づき始めてる感じがしていて。 私が最初に3つ目でお伝えしたかったのは、日本の社会彫刻とはなんですけど、まあ、日本のっていうことはどういったことを意味するんだろうかとか、彫刻とはって問題もありますし、では社会とはっていうことで、日本における彫刻と社会の意味っていうのも,もうちょっとまた別なんですよね。社会もやはり、多分昔やったら世間とか村ぐらいしかなかったから、あんまり社会っていう、そういった概念、やっぱないから、海外から来てると思うんですよね、近代国に。 で彫刻もないと思うんですよね、もっと木彫りだったりとか、<laughs> 手作業でやりくりしてる感じがするので、相とオーバーピュールとか、俯瞰する視点がないと思う、これ今、今の日本もそうだけど、だから社会とか革命とか彫刻とか、そういった概念はあんまりないから、自然とか社会を対象化して、社会彫刻っていうことを言うような概念もないと思うんですよね、もともとは。 だからそういう状況で、まあ、ボイスはやはりユーラシアて言ってて、結構あのシャーマンとか、あとアジアのこととかの関係性も考えていたけれども、やはりあのどうしてもドイツに来た20世紀の人であったから、まあ、限界もあったと。その中ですごく近代を超えるようなものを思考していることは、すごくあの、まあ、活動で分かるんですけど、で、ボイスが社会彫刻、まあ、仮想的なものとしては社会彫刻、変容、熱エネルギー。 あ,はい、あと人間がやっぱり重要で、あのはい、であの、ボイスが言った言葉を一つ引用しますと、先ほどのヨゼヴボイスの社会彫刻っていう本にあるんですけれども、えー、ボイスは、えー、これ、えー、インタビューの引用ですね、彫刻とは人間性の同義語であると言ってますね、彫刻とは人間性の同義語である。別の,あの印象引用で言うと、えー それは彫刻とは、自己を客観化する能力を持つ人間自身を表す概念である、自己を客観化する能力を持つ人間自身を表す概念であると言ってます。ということで、彫刻とかを人間性の問題として考えていて、であの人間という概念、あと彫刻という概念で、彫刻と人間性を同意語とするっていうことですね。 そこに事故の、事故を客観化するって能力ってことがあって、これはすごくやっぱり西洋的な考えだと思うんですけど、これもとっても重要だと思うんですけども、私の方で言うと、やはり、まあ、人間を超えるってことを言いましたけど、情報のフローとか、生成とか創発、あとコモンズ、あとまあエコゾフィー。 あと、ボイスがユーラシアって言ってたんですけど、まあ、私の方で自分であの探求しているのはユーラシアパシフィックと言ってるんですけど、ユーラシアから来たいろんな文化とか人とか、まあ、自然とか動物がいて、そこが日本に吹き溜まるように集まってくるけど、あと太平洋からも集まってきていて、両側から来てるのがあの日本の吹き溜まりのような人々だと思っているんですけど、だから逃げ場もない中でずっといて、いわゆるこう、なんていうか、 アジアとかあの中国のあ南部の奥の方ですかね、あのよくゾミアと言われますけどもあの、あまり戦うことせず、逆にだから、だんだんこう追いやられて山の方にうに入っていった人たち。 あとその人たちがまた海に出て、日本にも流れ着いたと言われてますけども、やはりそういうふうにして、まあ、日本、今もそうだけど、世界的に俯瞰をしたりとか、あの俯,瞰俯瞰をするあの視点とかあんまりないですし、自分たちから何かを発明したり、表現したりこうすることがあんまないから、そういった意味で、やはりこう追いやられたり、なんか、諦きった人ったちだと思ってて、あんまりだから戦争とかも最初からはしないけど、 まあ西洋的なこう、まあ、戦争、まあ、あの欧米とかの文明が入ってきて、戦争というものを、また、ね、あの近代的な解釈として始めたりして、20世紀は、まあ、日本がちょっと、ね、あの状況的にはあの外の国の周辺国とか地域を侵略するような状況になったわけなんですけど、もともとそうじゃないのにそうなってしまっていることもある。 かもしれないでもそういった可能性を持っててっていうことで今だから日本のことずっと調べてるけど特に311以降に、まあ、その中でボイスのユーラシアからそのユーラシアとパシフィックの間の蝶遣いとして日本を見ていて そこで対話創造の森がある地のが、やはりこう地層的にはあの断層ですね、大きな断層で言うと、あの東西を走る中央構造体と、あと南北を走るホッサマグナの西の端の糸魚川と静岡を結ぶ糸静線との十字を切って断層があるところが諏訪湖なんですけど、そこにあやっぱり、そこを私、 はあのヨーロッパとパシフィックのちょうど超ョー街と呼んでいてそこから一応そこをし調べることによって日本と海外に対してももう少し日本の持つあの弱点も含めてでも可能性もしっかりと把握した上で発信したいと思っているので、まあ、そういった意味で、まあ、社会彫刻というあの自分の中のやはりこう延長としては、まあ、それが、まあ、一番重要なテーマになっている。 そこにやはり人間と非人間のためのエコゾフィーと平和ということをあの思っていることで、まあ、私にとっては社会彫刻はそんな感じで、まあ、皆さんはそれぞれそうなんあの思ってらっしゃると思うんですけど、まあ、そういったものをみんなでこう話し合ったりしてまた何かこうねお互いに想像し合ったりいろんなことをしてなんかあの少しでもあのいい世界を作っていきたいなと思ってるんですけどね。 本当にあの本当にあれやっぱたくさん参加者さんに来ていただいてありがたかったなと思いました。いろんな方向からこう話が出てきて確かに確かにと思うことが多数あってあのこうやって語っていく話をこう集めていくってことの重要性を改めて思いました。ありがとうございます。ういとですね。うんこれもこの場もそうですよね。これを作ってくださった皆さんも<う>本当にありがとうございます。 ありがとうございます。参加いただいた方もお疲れ様でした。お疲れ様でした。それでは、えー、今日のズームのミーティング座談会は一旦これで終了したいと思います。ありがとうございました。おやすみなさい。ありがとうございました。いはい、ありがとうございました。